タヤリン、アルカステルマーニョタリオリーニは、モリーゼ州やピエモンテ州、特に、ランゲのイタリアの伝統的な農産物のリストに、載っているイタリアの代表的なリボン型の卵パスタ。バターやトリュフと一緒に食べたり、肉のローストソースと食べるのが普通である。パスタの幅は最も狭いカッペリーニと、最も広いタリアテッテの中間である。 スパゲッティ程度の長さの平らなパスタで厚さは1ミリメートル以下である。このパスタは特に生パスタの場合はすぐに調理でき、魚を使った軽いソースやデリケートなソースやホワイトソースによく合う。ロマーニャでは伝統的にブロードで調理されるが20世紀の終わりからは様々な辛いソースやリビエラ・ロマニオーラでは伝統的なアロス・スコリオのスパゲッティの代わりに使用される。 アルゼンチンでも広く普及しており、こちらではタジャリネスと呼ばれている。ありがとうございます。